クラレンスハウス2006年撮影クラレンスハウスは、イギリス、ロンドン、シティオブ・ウェストミンスターの丸通りにある、イギリス王室の邸宅である。セント・ジェームズ宮殿に隣接していて、宮殿と庭を共有している。1953年から2002年までの、約50年間、エリザベス王大坊が住んでいた。それ以降、チャールズ王大使とカミラ夫人の皇帝である。 2003年以降、ウィリアム王子が2011年4月に結婚するまでは彼の皇帝でもあり、2003年から2012年まではヘンリー王子の皇帝でもあった。ロンドンに数多くある王室の建物の一つで、毎年通常8月に来訪者向けに公開されている。2003年以降は、クレランスハウスがチャールズ王大使の皇帝を表すメトニミーとしてよく使われている。 それ以前はセントジェームズ宮殿と呼ばれていた。イギリス指定建造物のグレードアイに指定されている。クラレンスハウス1874年、クラレンスハウスは1825年から27年にかけてクラレンス港、ウィリアムの委託を受けたジョン・ラッシュの設計により建てられた。クラレンス港はその後1830年にイギリスをウィリアム4世となった。彼は 近くのセントジェームズ宮殿より優先して、そこに住んだのだが、あまりにも狭かった。邸宅は、ウィリアム4世から彼の妹のオーガスタ・ソフィア王女に譲られ、彼女が1840年に亡くなると、ビクトリア女王の母、ケント公爵夫人ビクトリアに譲られた。1866年に、ビクトリア女王の第4子で次男のアルフレート王子に譲られ、1900年に、 亡くなるまで使われた。ついで、ビクトリア女王の産卵で、アルフレートの弟のアーサー王子が1900年から亡くなる1942年まで使い、その間ロンドン大空襲の爆撃により被害を被った。その後、第二次世界大戦終結まで赤十字社とセントジョンアンビュランスの本部として使われ、ついで王女時代のエリザベスと夫のフィリップに譲られた。 1950年にアン王女が生まれた。1952年にジョージ6世が亡くなり、翌1953年にエリザベス王大号とマーガレット王女が移り住んだが、その後二人はケンジントン宮殿へ移った。建物は屋根裏や地下室を除くと4階建てで、淡い色の化粧漆喰に覆われている。第二次世界大戦後が最も県庁であるが、長年にわたる、 大規模な改装と改築を経て、ナッシュのオリジナルの構造はほとんど残っていない。2002年にエリザベスオー号が亡くなり、大規模な改修が行われて、翌2003年にチャールズ王太子が移り住んだ。建物は完全に再構築されており、主要な部屋の大半はインテリアデザイナーのロバート・カイムによる内装工事が行われていて、外装も直された。 2013年11月、チャールズ王大,大使は、クラレンスハウスで開催されたレセプションで、2013年、ラグビーリーグワールドカップの全14カ国の代表と大会主催者を歓迎した。ありがとうございます。